グロービスチケンああのご紹介いただきありがとうございます。あのデンソー鈴木です。よろしくお願いします。実はそのシリコンバレーに行った時に、まあコビッド19がまあいろいろな影響があるよねっていう話で、メディアとかはすぐにその残業ノーマルっていう新状態があの出てくるみたいな変わるんだ変わるんだみたいなことで。 煽ってましたけど実際には僕はそんなことは思ってなかったので、まあ、それを検証すべく5月にあのいろいろな調査をしてで今日お話しする話は6月の時点でまとめたものですなのでそれからかなり、まあ、時間が経ってるのでどこまで当たってるのか間違ってるのかっていったのも皆さん多分少し判断できるレベルになってると思いますえー、とここに書いてあるように僕がシリコンバレーにいた時、まあ、6月5日 にまとめたデータなんで、まあ、3ヶ月ぐらい前ですかねで、えっと、目的としては、COVID-19 が終わった後どうなるのっていうことをみんな考えてるんですけど、例えばなんかアメリカと中国と日本でどうなるのみたいな話とか全然みんな考えてなくってあの、日本にいる人は日本のこと考えてるし、アメリカの人はアメリカのこと考えている。で、まあ、そ,れそれじゃあかんだろうっていう話で、まずはその、 国とか地域別にどうなるんだとか何を考慮しなきゃいけないのかっていうのを明らかにするためにまとめましたで一応メディアとかは当然読んでるんですけどあのこのレポートのすごくまあ無理な点はえっと現地に住んでるローカルの人にインタビューしてるのでそこは他と全然違うと思います例えば、まあ、中国に住んでる中国人ドイツに住んでるドイツ人、まあ、イタリアに住んでるイタリア人、まあ、インドに住んでるインド人みたいな そうしたらにインタビューしてるので、まあ、実際メディアっていうのはすごくあのバイアスかかってるので、まあ、そういう意味ではあの、真実の姿っていうのは、まあ、インタビューしなきゃ分かんないということだと思います。で、まあ、話を分かりやすくするために、エグゼクティブサマリーで最初に書いてあるんですけど、えっと、新型コロナっていうのは、僕の目から見ると、2つの効果があって、えっと、1つはその下の図の左側ですね。 ま変革を推進するアクセラレーター、これよく言ってるのは、あのデジタル化が3年かかると思ったやつが3ヶ月でできたみたいなっていうのがそのアクセラレーター側ですね。で、こっちは、ひも上げて簡単であの、これが起こるんですか、起こらないんですかって言ったらそれだけの話です、ね。難しいのは、えー、と右側に書いてあるそのバランスの取りでは最適化っていうので、まあ、東京とか、まあ、 地方でもそのコンビニの数とか見てみれば分かるんですけど、まあ、人間ってや,やりだすと止まらなくって、まあ、どん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 そのや,りやってしまう。でそれに対してもうちょっとなんかバランスのいいところに抑えようっていう最適化もあると思うんですけどでもそれはあとで出てきますけど誰でも考えつく,つく話で、まあ、ビジネスチャンスはそうじゃなくて違う競争軸にありますよっていうのが一つの話。で2番目にそのじゃあ ポストコビナインーィ9ってどうなるかっていうと、日本とアメリカと中国ではやっぱ全然違ってくるという話ですね。で、これを理解しておかないとあの、全然その戦略が立てられない。で、まあ、えー、と構造的にはこんな感じになってて、エクゼクティブサマリーの後にまあ2つの効果の内容を説明して、まあそこから日米中の今後がどうなるかってことが書いてあるんですけど、まあ時間の関係で多分、日米、 中日ののの今後の前のことで多分終わると思います、ねでまあこれはちょっとその,あの復習というかまあ前,前ぶりなんですけどソフトバンクの決算資料が、まあ、この辺孫さんがうまくまとめてて、まあ、世界の大世界大恐慌がありましたけど、うん、その時は25年かけて回復しましたみたいなことを言ってるんですけど、まあ、皆さんご存じで今回株価の変動っていうのはあっという間にもう元に戻っちゃって。 全然その25年もかからなかったんですけど、ただ株価と実質の市場が乖離しているというのも皆さんご存じの通りで、まあ、株価はあんま当てにならないということですよね。で、その、今起こっているものっていうのは、やっぱりその、多くの人に影響して、まあ、自動車もすごくあの減りましたね。でも中国ってもう回復し始めてるし、まあ、あのそんなに痛手はなく回復するというふうに読んでます。で 赤字で回復するとか回復しないとか書いてあるのは僕のコメントで、それはソフトバンクの資料ではないです。でレストランに関しては回復するが変化するっていう、まあだから、えっ、ー、と、ちょっと今だとゴーストキッチンだとかいうのがどんどん流行ってきて、まあ、そのキッチンを共有して、あの店舗を持たないみたいな、まあ、そういう感じですね。そういう感じの方にあの変化すると思います。で、旅行への影響、回復しないって書いてあるんですけど、ヘッドですね。 プライベートの横は回復しますあの。確実に回復します。2年、3年経てば。だけどあの、エアラインが設けてるのはビジネスクラスなんで、僕らはビジネスクラスにもう乗らないですね。多分移動しないんで。だからそういう意味では、まあ、ビジネスクラスで稼いでるエアラインっていうのは、かなりきついんじゃないかなと。メジャーなエアラインっていうのは、これからかなりきついんじゃないかなっていうのは、ここに回復しないって書いてある理由です。で、えっ、ー、と、 まあ新型コロナウイルスを語る上ですごくタイムライン、まあ、タイムライン皆さんあんまり仮定してない人が多いんですけど、まあ、大体こんな感じじゃないかっていうタイムラインがあって、えっ、ー、と、今、そのコロナウイルスが発生して、大体今年1年で、来年1年ぐらいでまあ元に戻ると思うんです。で、その後に3から5年、若干その影響が出るんですけど、えっ、ー、と、昔あったものが3つに分かれて、 えと一番その下にある、まあ、価値が証明するもの、ハンコとか握手とか、まあ、それは今から考えたの何だったっけみたいな、そういうものは、まあ、な,な,なくなるですねあの、河野さんにぜひ頑張ってほしいんですけど、はんこだくしてほしい。で、2番目にあるその価値の回復再定義、まあ、価値が回復するか、もしかしたら再定義されるか、これはやっぱりその人間の差がってこと、だから社会心理学とか考えなきゃいけなくって。 人間って合理的には動かない生き物ない物んで、まあ、その辺りで、まあ、元に戻るで。多分グロービスに学びに来てる方がすごく興味があるのはまあ、価値の創出が今でなかったんだけどそれが出現してスケールするみたいなものですね。まあ、そ,れそ,れそれが多分そのこれからキーになると思います。でこれジーバッが書いてあるんであんまり読みませんけど。 マクロ分析する上で要素的にはこのぐらい見とかなきゃダメですよっていうまあそこだけ見てた、ね、ポリティカルエコノミックそれからソシオカルチャルテクノロジカルリーガルエンバーメンタルってそのぐらい見とかなきゃダメで、まあ、この分析でいうと各その要素にドメインに対してポジティブ要素とネガティブ要素を全部書いてありますという感じでその全体を見ていますで、えー、と最初に言った2つの影響っていうのをここに改めて書いてあるんですけど COBIT19 というのは、まあ、例えば犯行文化の発射とかテレワークの推奨というの、まあ、テレワークなんか前からずっとやってるんですけど、まあ、ここに来て、アーリーアダプターからアーリーマジョリティのところまであの持ってってしまったという、そういう意味では、すごいアクセラレーターとか、まあ、ブリッジと表現してもいいと思うんですけど、まあ、よく言う、キャズムを乗り越えるための原動力になりましたよねということですね。あともう一つはやっぱりその 行き過ぎた最適化っていうのはちょっとダメだよねっていうことをこれは何か案に示してる分かる人しか分からないですね例えば東京みたいなとかニューヨークみたいな超巨大都市ってこういう時にはめちゃくちゃやばいよねっていう話だとか今までは中国使った国際分業が一番安いよねって言ったんですけど実はそうじゃありませんでしたとかただこちら側は気が付く人しか気が付いてないエフェクトですよねまずその 第一の効果アクセラレーターとしてのこの効果っていうのはどのぐらい国によって違うかなっていうのを、まあ、一つの見方なんですけどあのホフステトシスっていうオランダの社会,学社会科学者の人が調べて、まあ、国民性っていうのを6つのインデックスで見てみましょうとで僕は今回見たのはあの2番目と3番目と5番目と6番目要は変化しやすさにどれぐらい関係するんですかっていうのですね例えばまあ一つ IDV っていうインディビジュアリズムっていうので個人主義の傾向の強さを見てみると、まあ、アメリカが筆頭にあって日本は真ん中ぐらいですね、まあ、そんな感じであの65か国ぐらいのレーティングが出ていますで、えー、とそれを、まあ、変化しやすさ例えば個人主義がなんか強ければ変化しやすいだろうとか快楽的か禁欲的か、まあ、快楽的の方が変化しやすいわけですよねでそういういのを、まあ 変化しやすい方がポイントが高くなるように、あの勝手にそういう式を作ってやってみると、えー、とこの最後のカラムの最後の列の数字が大きいほど変わりやすいんですけど、すごい面白いことに、まあ、アジアはほとんど変わんなくって、アメリカとイギリスはなんかめちゃくちゃ変わりやすくって、同じヨーロッパといっても、その大陸ですね、EU のところはそんなになんか変わ,変わらないみたいな。 っていうのがこのホフステッド指数で僕が適当に設定した指標からは言えます。でもそれだけじゃあんまりその何て言うかな決定的には言えなくってで例えば死亡者数日本なんて1000人ちょっとしか死んでないと思うんですけどアメリカって20万人死んでますよね。で失業者数もすごいし、まあ、ロックダウンっていうそういう社会現象を経験したかどうかみたいなものでも全然違いますね。同じロックダウンでも中国みたいに自分の 家のドアの外に出れないっていうロックダウンもあれば、カリフォルニアみたいに別に買い物に行くのはいいよみたいなロックダウンもあるし、日本みたいにロックダウンはそもそもありませんみたいなっていうのもありますよね。なんで、まあ、そのあたりその心理的な要素として、死亡者数、失業者数、ロックダウン、まあそれから実際のインタビューとホフテッド指数で、まあ、トータルで判断すると、えー、っと、 あんまりさっきと変わらないんですけど、アジアは大体元へ戻るっていう感じで、まあ、アメリカとイギリスが大きく変わるで、ドイツとフランスは部分的に変わるんだけど、まあ、イタリアとスペインはラテン系ということもあって、すでにイタリアなんかもう全く昔通りり戻ってるみたいなんですけど、まあ、戻るっていう、まあ、こんなようなその感じになります。なんで、ね、まとめると、その、 ニューノーマルっていうのは出てくるのはアメリカぐらいで、まあ、日本とか中国とかインドとかは、まあ、元へ戻っちゃう。元へ戻るっていうのは、その同じところに戻るんじゃなくて、中国は元の中国に戻るし、日本は元の日本に戻る。戻る位置が違うんですけど、結局 COVID-19 で、えー、と今でもメディアとかコンサルの人が、新状態がどうのこうのって、か煽ってますけど、あんなのはないですから。あの と僕は思ってますでまあそれをもうちょっとその確信を得るために過去の,そのパンデミックによるその永続的な変化というのを、ま、人類はパンデミックから何を学んだかっていうことなんですね要は見てみると例えばペストペストはめ,、まあ、めちゃくちゃ古いんで,であとコレラスペイン風邪 COVID-19 でこれは大体100年ごとですよね100年ごとに起きてて で大体感染経路もそんなに変わらなくて、でまあ、あの特徴もいろいろとあるんですけど、あの実は100年前の,そのスペイン風邪の時にまに、あ、マスクの着用だとか、ソーシャルディスタンスとかって言ったんですけど、今回始まった時にそれ全然なんか言ってなくって、まあね、何やってたんだろうなみたいな感じなんですよね。で、えー、とそれをまとめると、まあ、ここに書いてある。 感じで、まあ、日本っていうのはもうほとんど元に戻るので戦略とかゴールの変更は不要ですとで中国ももう同じなんですけど、まあ、ご存じのように対米戦略が COVID-19 よりかはるかに大きいので、まあ、そっち側を考慮する必要があるアメリカに関して言うとやっぱり20万人も人死んでるし今でも全然経済の復興の,あの道筋が見えてこないのでここに関してはゴールの見直しが必要ですね あと、まあ、イギリスはそんなになんかもう経済的に重要じゃないし EU もまあそんなになんていう気にする必要ないし、まあ、インドはほとんど何も変わらないので、まあ、そんな感じですね。だからまあ注意すべきは日本、中国、アメリカっていうのを注意した方がいいよということですね。で、大体まあ国別に言うとそんなことが分かったんで次はじゃあどうすればいいのって話ですね。それ分かったんだけどどうしますかこっちの方がよっぽど重要で。 まあ自動車業界とか他業種で、この,その最適化っていうのはどう影響するのかっていう話で、分かりやすいのは、よく言われるその二極化ってやつですね。今までミーティングで普通に会ってたものが、えっと、まあ、そのインパーソンでリアルで会えることがあんまりなくなって、そのズーム、今こうやってやってるようなズームでやってますよっていう。で、当然、そのリアルのエクスペリエンスと、 オンラインの,そのライトなエクスペリエンスではギャップがありすぎるので当然真ん中を埋めてこうっていうそのソリューションはたくさん出てくるわけです。で例えばこれ Facebook のバーチャルリアリティラボがやってるようなやつだと 3D のアバターのモデルを事前に交換しておいてそれでリアルタイムで駆動するみたいなこれだとかなりいい感じで、まあ、テーブルの周りに3人座って顔見ながら話しするっていうところまでぐらいはできますね。 だけどそこっていうのはあくまでもその中間的なソリューションであって高いい価値は出ないんですよねで例えばミーティングとかでいうとじゃあマネタイズできるミーティングは何かっていうと,、えー、と今例えばライブとかコンサートができないすごい今って誰が売れてるんでしょうね誰が売れてるか米津玄師とかっていうか米津玄師がそのあのこの前フォートナイトでやったみたいな感じでその出せるとかもう。 本物そっくりの米津玄師みたいになるだとか、もっとバーチャルなアイドルみたいな、そっちの軸に振れば、すごくマネタイズができる可能性があります。で、まあこ、えー、と便宜上いい言葉、僕はそのまだいいタームが出てこないので、まあ、プラス1体験というふうにここでは定義しています。で、まあ、大体この話っていうのは、どのドメインの人たちもみんな同じこと言ってるんですけど、 これフレームワーク的にこうやって考えると分かりやすいよっていう表なんですけど、一番左がその業界のドメインがあって、で、えー、ライト体験と中間体験とリッチ体験と、まあ事己を変えた体験ってあるんですけど、えっ、ー、と、まあ見れば分かるように、ライト体験とリッチ体験の真ん中っていうのは、もうやできてるし、考えてもすぐできるんですよね。でも難しいのは、TBD で To be determined ってたくさん書いてあるんですけど、 やっぱ軸を変えるとどうなるかっていうところはすごくやっぱ難しい考えないと。なんで、えっと、車のとこだけ真面目に考えたんですけど、まあ、モビリティっていうのは例えばライト体験とシェアリングでしょうと、今まであった。で、リッチ体験というのは自分で所有するでしょう。で、カリフォルニアで最近出てきたのは少数で共有する、シェアカーみたいな感じのやつが出てきました。 でもそれってあくまでその真ん中だからそうじゃなくってあ,のあと出てくる拡張居住空間みたいな感じでサービスを提供したらすごくいいんじゃないかっていう話ですね。<laughs> あと都市にしても、まあ、今だと不便な地方、まあ、今僕が住んでるような地方と便利な東京っていうのがあるんですけど、まあ、その便利な地方っていうのはみんな町おこしとかでみんなやってるんですけど そうじゃなくて今僕が考えているのはその不便益みたいなもので、えっと、住めば住むほど元気になるスマートシティみたいなそこに住んでいるだけですごく元気になる意識せずに元気になれるスマートシティみたいなのができたらすごいなと思うんですけど、まあ、それも完全に軸が違うわけですね。で、まあ、都市については、まあ、伝送が出る幕はあんまりないんですけど今建設屋さんとか不動産屋さんと話しているのは まあ東京一極集中で東京はすごく便利だって言ってたんですけど、まあ、今回の,そのコロナウイルスの件でダメなところがたくさん出てきたなんでまあこれブロックチェーンと同じ考え方なんですけどそうじゃなくて自立分散的な都市構造にしてちょうど名古屋ぐらいがいいかなと思うんですけど、まあ、自給自足のコミュニケーションだとか適度な不便さがあるところをうまく設計すればいいんじゃないかなというふうに思ってます。 でそのモビリティのところで、まあ、よく今、ケースと呼ばれていて、コネクティッド・オートノマス、シェアード・エレクトリフィケーション、それからモビリティ・アザ・サービス、回す。で最近、シュがえっ、ー、がシェアじゃなくてパーソナル・オウンドって、ペースっていう言葉を使ってるんですよね。なんで、まあ、それも含めて、じゃあ、の僕の考えている不便意最適化のゴール、だから何でもかんでも。 例えばなんかあのコネクティブとか言うといつでもどこでもつながっていることみたいな。でも実際に僕たちがやんなきゃいけないのは後で出てくるんですけど、ネットフリックスとかテスラみたいな本当のデータ駆動型のそのビジネスを構築しなきゃいけないじゃないかなというふうに思ってます。で、ここは多分実例で説明した方が早いので、そっちでやります、ね、で、そもそもなんか、まああの、 テスラって EV メーカーだと思ってる人多いんですけど、テスラはバッテリーメーカーなんですよテスラはバッテリーあのエナジーメーカーなんですよ。車は、なんかバッテリーを売るためと、えー、とイーロン・マスク体験を売るための媒体として売ってるだけであって、まあ、別に彼らとしては車を売ってるわけじゃないんですよね。まあ、とはいえ、テスラの車は魅力的で、どん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 その、まあ、イーロン・マスクがツイートすると、な来週からこんな機能出ますよっていうと、 まあ右側にあるようなサンタモードだとかパーティーキャンピングモードだとかドッグモードだとかっていうのは出るわけですよね。で、まあ、何がいいかっていうとイロマスクがツイートしてるように2019年の段階で完全自動運転にアップグレードできないような車を買うっていうのは1919、まあ、19年においては車の代わりに馬は買うのと同じだよねみたいな、まあ、痛烈なそのあのツ,イツイートをしてるように。 テスラって何がいいかっていうとスマートフォンのようにアップデートは可能ってことなんですよね。まあ充電してる間でもいいしそうじゃない時でもいいんですけどソフトウェアアップデートってやれば、まあ、あの最新のやつになると。でそれを、まあ、表現を変えるとこんな感じになって、まあ、あの製造業の,その製品っていうのはあの購入した時に一番なんか品質が高くって機能は買った時から買わないわけですね。だから レクサスでも何でもそうですけど、2019年モデルを買ったら2020年になった途端に、機能は下がるわけですよね。次の次のものに比べれば。でも、テスラだと、ポイント・オブ・ユースっていう方になるので、その買ってからもどん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 、品質も機能も基本的には上,げ上げることができるわけですね。上げなくてもいいんだけど、上が,上がる可能性がある。なんで、我々がその IT 業界から学ぶべきことは、 どうやったらその右側のポイント・オブ・ユースで品質を確保できるかみたいなことを学ぶべきだなと思うんですけど、で、まあ、データで言うとどういう感じかっていうと、えっと、これ分かりやすいように、そのメディアと自動車と書いてあるんですけど、まあ、例えばそのテレビ局なんて、今でもその、なんて視聴率みたいな、これどうやって取ってんのかなって、いまだに僕はよく知らないんですけど、本当にあのデータ合ってんのかなとか思うてで、視聴率みたいなものしか取ってないんですけど、 ネットフリックスって何撮ってるかっていうと、まあ、わ例えば僕の属性でいうと、日本人58歳男性なんか、日本に住んでますみたいなことは、彼ら全然撮ってないんですよね。全く知らないですね、僕はそんなことは。ただし、僕がど何を見て、どこで止めて、で次何見たとか、なんかその、一旦中断して、次にどんだけ再開したとかね、そういうことはもうなんか鬼のように持ってるわけですよね。 なので、その膨大なデータを膨大な状態で活用しているのがネットフリックスなんで、だから、彼らカスタマイズしてるっていうけど、個人個人にカスタマイズしてるんですよ、本当にだから。そのなんかセグメントとか、なんかグループとか作ってないですよ、あんまり。完全に、だから皆さん、ネットフリックスに加入されたら、人のそのメニュー見,て見せてもらうと面白いんですけど、映画でも番組でもアイコン違うんですよね、アイコンというか、その。 画面が違ってその人が一番ククリックしそそそうなシーンをののタイトル画面にすするんですよねだからそのぐらいやってるのはネットフリックス。テスラなんか全部吸い上げてますよ。販売してる車が充電するたびに全部吸い上げてる。逆に言うとそんな膨大なデータをどうやって扱ってるのっていったところがすごく強みなんですけど。あと、あのこれはちょっと高齢者向けの ソリューションを今い,くつか考えていてなぜかっていうと、やっぱり日本の社会で金持ってるのは高齢者なんで、若者に素晴らしいサービスを提供しても、なかなかマネタイズできないですよね。でも高齢者はすごくマネタイズできるんで、あと、やっぱり高齢者がその、なんていうんですか、ね、介護状態に入っちゃうと家族も全部巻き込まれちゃうので、まあ、そうならないために、これ、介護の人から話を聞いて、作ったチャットなんですけど、あの高齢者が一番その QL を落とすパターンっていうのはもう決まってて、 あの歩いてるときに転倒して骨折してで、入院したらそのまま認知症になっちゃったとか、まあ、自宅で寝たきりになっちゃったっていうのが、まあ、本当に一番多いパターンらしいんですよね。でもその、今のモビリティアドサービスとかで考えると、なんていうんですかね、そのまあ、あのなるべく動かないようにとかということを考えるんで、それって、まあ、例えばこれ、じゃあ、あの 骨折したらどうしたらいいのって介護の人に聞くと、いや、本人が嫌がっても辛くても通院にすればいいんだよっていう話なんですね。通院にしとけば時間はかかるけど、元通りに治るっていう。だから例えばそれを実現するようなモビリティア・ザ・サービスみたいなものをやればいいんですけど、何でもかんでもあのドローンが持ってきてくれるとかね。だからそんなふうにしちゃうと、もう下手をすると認知症を大量生産することになってしまうので、まあ、そういう意味では。 その高齢者独特、高齢者向けのこういうサービスを考えるときにデザインにそれを盛り込むといいんじゃないかということを考えてますね。あと、車ですね。まあ、僕、日本に帰国してから車買ってないんですけど、まあ、車出して、地方で車出してどうなるかなという今、試してるんで。で、まあ、昔の僕の生活っていうのは、あのまあ、通勤時間1時間かかってないですけど、まあ、仮に通勤時間1時間かかったとすると、 車持ってても、まあ、その通勤時間の時だけが価値を提供しててあとの,の時間というのはただ場所を占有してるだけっていう価値だったんですけど例えばまあ今その在宅勤務とかたくさんあってなんかあの奥さんになんか邪魔者扱いされてるあのおじさんもたくさんいるので、まあ、そういう時に使えるようなスペースを提供すれば結構いいんじゃないかなということで。 まあその車の定義自体、車っていうのをその移動のためのサービス、デバイスとするのか、それとも空間提供のためのデバイスとするのかとか、そういったところの定義っていうのをきちんとやればいいんじゃないかなと思います。なんで、ここまででその2番目のところでまとめると、今の,の COVID-19 っていうのは、二極化。 をしてて、まあ、実際にそのインパーソンというか実際にリアル体験ものものとオンライン体験のものに分けてしまいますで、その間にはすごく大きなギャップがあるからその間を埋める中間のソリューションというのがたくさん出てきますでもそれってみんなが考えるし所詮は補完的なものだからそんな高い価値が生まれるわけはないんですよねだからそうじゃないその軸を変えたところを考えるとそこは結構ブルーオーシャンになるのでいいんじゃないかっていうのが2番目ですね でまあそんなこんなで考えるとあの日本とアメリカと中国はこれからどうなるんですかみたいなところでもともとのデータはこれは GDP の予測データで2029年ぐらいで、まあ、アメリカと中国が逆転するんじゃないかっていうのが、えー、とこの元々のその引用先のところに書いてあるんですけど点線で書いたのがその。 僕が書いた <laughs> 予測で、えーとまあ、細かく見ると中国が落ち込みの時間が短くて早く立ち上がってるのとアメリカが落ち込みの時間が長くてゆっくり立ち上がってて日本はなんかダラダラいってるっていう感じがわかると思うんですけど、えー、とまあアメリカっていうのはその早くこの原則から立ち直らないといけないんですけどなかなか立ち直れずに あの一部新状態っていう、ニューノーマンっていうのが出てきますね。で、それはなぜかっていうと、中国依存度の低下と、自国の調達主義っていうのがすごくあるのと、一つ覚えておくといいのは、メイド・イン・アメリカ・ストライクス・バックっていう、要はアメリカでもう一回ものづくりをしようっていう、まあ、今まで過去、一回も成功したことないんですね、これね。で、それはやっぱ俗人性があったからで、今は AI とロボットでもう、人なしでやろうっていう。 話ですね、あと新状態っていう話からするとタッチレスワールドとか、まあ、D23Everything だとかというキーワードがアメリカではいくつかあってそういう意味ではアメリカはビジネスチャンスは日本よりか,かなり多いと思いますねでまあ中国で言うとデジタル化とオンライン化がどんどん進んだだけでまああんまりその害はなかった感じですねで今も見てると例えば 今でも海外旅行は全然ダメなんですけど、中国ってやっぱ広くって人口も多いので、うん、内住で旅行のところはもうかなりいけてるわけですね、内住だけで。あと、アフリカの市場も結構でかいので、あのすごくもう活況ですよね。で、加えて今、デジタル人民元とかもやってるので、まあ、あれで、その、まあ、難しいと思うんですけど、例えばドルに代わって標準通貨を狙うとかね、なんかそんなことやり始めると、結構ややこしいことになるんじゃないかと思います。 で最後、えーと、個人にその有益な個人情報、これがその中国、多分中国政府が COVID-19 にすごく感謝していることだと思うんですけど、今まで個人情報をどんどん抜かれていることっていうのは、中国国民にとっては非常に嫌なことだと思っている人が多かったんですけど、まあ、今回、新型コロナウイルスを世界で唯一抑え込めている国ということで、あのすごくメリットが明らかになったんですね。 まあ今まで取られてるばっかで何もメリットなかったけど、こういう風に使えるんだったら結構いいんじゃないかっていうふうに、例えば WeChat を使って、食料をみんなの分調達したりだとか、今まで全然そういうアプリを使わなかった高齢者も、食料を調達できないと困るので、生きていけないので、なんかいやいや WeChat を使うようになったら、なんかこれはいいってことに気がついて、すごい高齢者のデジタル化が進んだだとか、いいことばっかりですよね、中国は。 ということで、大体40分経ったんで、ここで、えっと、一旦話は終わって、で、皆さんからいただいた、あの、事前の質問、あれを簡単に答えた後に、えっと、質問を受けしてもいいですか。えっとですね、これはここに書いてある通りなんですけど、まあ、その、まあ、あのパンデミックって大体100年に1回ぐらいですね。だから、一生に1回体験するかしないかぐらいで、多分に、 次は、まあ、僕たちは二度と体験したいと思うんですけど、まあ、体験したら怖いですしないと思うんであんまりだからそ,れそこには意味がなくてそれよりかまあ皆さんもよくあの実感されてると思うんですけど最近台風とか大雨とかすごく頻繁にその災害が気象災害が発生しててそれの防災・免災をきちんとやるための災害テックみたいなそういう分野っていうのは出てくるというふうに。あの このレポートには書いてないんですけど、この源泉、レポートの源泉にはキーワードという災害テックっていう、そこは伸びるっていうふうに僕は分析してて、だそれはあると思いますね。ただ、それはパンデミックではなくて、普通の災害ですよね。これがやっぱりその気象とかなんかっていうのがどんどんそのあのダイナミックレンジが広がると思うので、そうなった場合にどうそれをまあ抑えるかっていう話は重要だと思いますね。 に関連するので、まあ、どうだったかっていう話なんですけど、えっと、講演の中でちょっと言ったみたいにあの、どのドメインにっていうドメインは寄らないんですよね。で、オンラインとオフラインの中間のソリューションを考える人は、まあ、あの簡単に分かるし、参入も簡単なんで、あのできると思うんですけど、同社になると思うんですよね。でも、それはその産業のドメインとかビジネスのドメインに関係なくって、 どうやったら新しい視点のビジネスを考案できるのか、そこが多分ポイントで、どのドメインではなくて、すべてのドメインで、その新しい価値視点を持てるかどうか、だというふうに思っています。